この画像だけじゃさ、俺がみんなに何を伝えたいのかわかんないよね。普通に見たら、お坊さん2名いっちゃうよな。違うんですよ。これね、今年の漢字なんですよね。2018年に一番ふさわしい漢字がここに書かれております。今年は、厄災の際。災害の際とも言うかな。まあ、このお坊さんが書いてる字じゃちょっとわかりづらいんだけど、筆記体っていうのかな、筆で書いてるからちょっとわかりづらいけど、災害の際らしいです。まあ、今年ね、地震あったし、まあ、こういうことになるだろうと思ってたんですけども、まあ、ちょっと残念ですよね。東北大震災の時、ごめんね、地震の話ばっかして。東北大震災の時はね、絆って字だった気がするんだよね。その時かっこいいなと思ってたんですけども、だんだんね、やっぱ漢字もね、政治的な、ちょっと難しいね、みんなからするとね。僕のリスナーさん、ちょっと若い子が多い気がするんですけど、小学生とかね。ちょっと難しいよね。簡単に言うとね、国が決めた、日本が決めた漢字は、この字だったので、僕もこの漢字を書いていきたいと思います。もちろんスプラトゥーンで書くからね。普通に手で書いたら、俺下手だし、もちろんスプラトゥーンでやっていきたいと思います。やっていきましょう。厄災の際ってどうやって書くんだっけ？ちょっと行くわ。行きます。あ、むずい。これむずい。はい。これダメだな、なんか。これなんだこれ。何この感じ。エイリアンみたい、サソリみたいになってる。あ、ちょっとうまいかも。そういう感じね。おー、あ、うまい、うまい。いや、俺より全然うまいわ。うまいわ。これは、ちゃんとかけてますよ。拍手。拍手。いや、うまかった。まず空書いて、で、あ、なんか無みたいになっちゃった。やべえ。ダメだ、俺。もうダメだ。なんか、ぐにゃぐにゃ。ぐにゃぐにゃになっちゃう。いや、むずいよ、漢字書くのは。むずい。ほんとに難しい。いやー、これ無になっちゃうんだよな、ジャンプするとき。はい。あ、なんか漢字がちょっと違う？こうか。あはは、人みたいに、人みたいになっちゃう。どうしてもうまく書けん。あああ、ああ、ダメだ俺は。一筆入り、二筆入る前にちょっとインクが出ちゃった。あら、あらららららあら、あ、うまく修正できるか、できるのか。うん、でかいな、下下下がでかいな。長い細いサイダー。
や、これは違うわ、でも。これね、ちょっと違うわ、これ。これガラス割れたみたいになってる。ガラス落として水がバシャーンってなった感じになってる。何や、金玉か？あれ、金玉か？なんだ？まーるかい、じょん。まーるかい、ててん。あ、できた。うまいかもしれない。え、ちん、おーい、ちんこからなんか出てるじゃん。なんか精神のモノマネしてるぞ、あいつ。キモ、キモ、キモ、なんか、キモい。キモい。あ、出てきた。えぇ、ー、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 えぇ、ー